山の桜デジタルです。こんにちは。今回はですね、こちらのデルのインスパイロン3000シリーズの3505、これ AMD のライゼン3が載ってるノートパソコンなんですけど、以前メモリをですね 8GB から 16GB に増設したですね、家族用のパソコンです。前回その動画の中で裏蓋を開けた際に SATA インターフェースと、あと 2.5 インチの SSD が入るようなスペースがあったんですね。で、そこに今回、このですね、SSD ですね。A データの SE650。そんな高くはないんですけど、こちらの 240GB。これを増設していきたいと思います。最近写真動画が増えまして、それで急遽、こちらに追加していきたいと思います。まずは、オンにして、ストレージの状況を見ていきたいと思います。こちらの SSD を増設した後に、フォーマットかけてもいいんですけども、あらかじめ、フォーマットをかけておきたいと思います。でそのために外付けに一旦しなきゃいけないので、こちらですね、 USB3.0 に対応した外付け用のですね装置に先ほどの SSD を入れてフォーマットをかけていきたいと思います。こちらは Amazon で購入しました。 USB3.1 に対応していますね。はい、これですね、パッケージ開けました。でこんな感じですね。こちらのですね、外付けにする装置ですね、これに収めていきます。でこれをスライドして取っていくとこんな感じです。でこれがトレイになっていて、でここにこれを挿してセッティングしていく感じですね。はい、これでセッティングできました。たら後ろからネジをこれ止めていけば固定できるような感じになってます。 9.5mm も対応しているの で今回 7mm 厚なので、これ 9.5mm にするスペーサーも入ってます。で今回一時的に使うのでスペーサーは使わずにこのネジで止めていきたいと思います。こんな感じでネジが4箇所止まりました。はい、こんな感じですね。これで、はい、セットされました。はい、でこれで締めれば、あ、もうこれでバッチリです。はい、これ旧型のですね、インスパイロン3000の3505は USB Type-C の 3.1 ですね、インターフェースがないので、 USB 3.0 の普通の Type-A のポートに、差し込んでいきたいと思います。 SSD が入れるかどうかちょっとまずは試してみたいと思います。まあ、普通に試すんであればこの管理ですね、これを覗いてみます。そうしますと、ここに出てる通りこれですね、これ不明で出てます。初期化します。効くないので MBR でやります。はい、で割り当てまだしてないですけど、これで一応ですねパーティション割り当ててきます。まあこれであのディスク自体が Windows 11から見れるようになりました。でこっからですねフォーマットしていきます。クイックフォーマットでいいと思います。はい、で完了。あ、これでもうできましたね。早いですね。はい、これで D ドライブが見れれば、あ、見れますね。OK です。SSD のですね、性能を見たいと思います。まあ、D ドライブですね。これが先ほど A データ SU650 に 240GB なんですけど、まあ、今 USB 外付けでセットしています。こんな感じですね。せっかくなのでベンチマークをしてみます。これですね。はい、結果出ました。3.0 のインターフェースで SATA のですね、SSD なので、まあ、これが標準的なスピードだと思います。で、これを、このパソコンにセッティングしていきます。この本体開けて、SSD ドライブをセッティングしていきます。この2つがですね、これを取ると、蓋が浮いてくるんですね。で、浮いたところに、このピックですね、を入れて、徐々にこう爪を外していくと、そんなコツになってると記憶してます。これなんですよね。これがポイントです。でこのネジはもう蓋にくっついてますので外れません。こちらもこんな感じで、あ、浮いてきましたね。あとは楽ですね。これをこんな感じで開きますね。はい、外れました。こんな感じですね。この前ここにメモリーを追加したんですけど、今日はここですね。これが空いてたので、これ使えるじゃないかと思って、ここにですね、入れていきます。ここを外していきます。でもここを使わない手はないですよね。できたら1テラぐらいの SSD を入れたいですね。はい。あ、ネジがもう入ってます。すごい、用意がいいというか、素晴らしいですね。これ、使わない手はないっていう、まあ、まさにこんな感じです。驚きました。素晴らしいな。出る、最高ですね。ネジもありますので、これで SSD の固定とセッティングができそうです。であと、これがですね、
あとあと電源ですね。ちょっとこれ気になるのが、この線がちょっと余っちゃいそうで、ちょっと気になりますね。こちら面が表ですね。こちら裏面で、これでセットしていきます。はい、これでセッティング OK です。これを本体にセットしていきます。で、これを見ると、ちょうど穴の位置が合ってますので、これでカチッと、今止まりました。で、問題はこの線がですね、余裕がありすぎて、これがかなり窮屈ですね。大丈夫かな？無理があるかもしれないですけど、これを一旦下に這わせて、セットしないとダメですね。こうですね。はい、閉まりました。これで固定できました。これから裏蓋を戻します。壁前の部分から閉めていきます。はい。あとはネジですね。ネジの部分が浮いておりますので、この部分を閉めていきます。浮いてる部分もないかチェックして、すべてのネジをはめていきます。はい。完了です。はい、以上です。はい、それでは、すべて完了しましたので、立ち上がるか確認します。今、電源をオンにしました。はい、立ち上がりました。今回ですね、一応増設したドライブの、これですね、D ドライブ、パソコンはですね、Windows 11 Home なんですが、11 Pro の方で、パスワード付きのビットローカーで暗号化しました。で、これちょっと見ていただくと、実際どうなのか。はい、見えてますね。こんな感じで。USB メモリーをパスワード入れるときと同じ形で、ビットロッカーで暗号化してあります。ですので、まあ、セキュリティが上がったということですね。はい、こんな感じで。これでまた確認してみます。あ、見えてますね。はい、大丈夫そうです。D は見れてます。こちらでもう一回ベンチマークしてみますね。これ USB 経由ではないので、完全に SATA 直接になりましたので、まあ、早くはなってるとは思います。はい、こんな感じですね。はい、ここですね。これが本体内蔵の C ドライブ用の SSD で、こちらが今回調節した A データ。見えてますね。30度。まあ大体いい温度ですね。はい。で、こちら内蔵のやつはかなり小さかったんで、やっぱ熱がこもっちゃう感じですね。はい。まあ特に問題なく使えそうです。はい、以上です。まとめになります。2.5 インチ SSD が入りそうな固定フレームのある空きスペースに SSD が増設できました。予定通り増設できて満足です。注意としまして、今回の増設は旧モデルに対してですので、現行モデルでは SSD が増設できるかはわかりません。今後はですね、Windows 11 Pro へのアップグレードを考えています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、コメント、評価もいただければ幸いです。